みんなやおー。今日は横浜公園に来たよ。今日の目的はチューリップ。今がすごい見頃なんだって。すごい、こんなにたくさんのチューリップ見たことないよ。向こうの方はもっとたくさん咲いてるみたい。行ってみよう。後ろに見えるのは野球場、ハマスタって言うんだって。広いからたくさん歩けるよ。うわー、見渡す限りチューリップ。一体何本あるんだろう。きれいに並んでるね。休日だけど朝早く来たから空いてて快適。久しぶりにお姉ちゃんとお出かけできて楽しいな。あれ、あっちにずっと私のこと見てる子がいる。この子は飼い主さんとはぐれちゃったのかな。いつもこんな場所を散歩できたら楽しいんだけどな。私の好きなチューリップの色は赤もピンクも紫もいいけど、やっぱり黄色かな。だってあたし黒だから。この通り黄色の前が一番映えるでしょ。この後は山下公園に行くんだ。今日はお花巡り楽しむよ。